セロトニンはホルモンではない。精神科医カバサワシオンのカバチャンネル、今日は鎌倉の鶴岡八幡宮からお届けしています。ちょっともう日没近くになってまいりましたけども、私鎌倉何回も来てますけど、大体海岸方面に来ることが多いので、鶴岡八幡宮っていうのは今回初めて来ました。ということで今日は質問です。みるみるさん、33歳女性。ネットなどではセロトニンが幸福ホルモンと書かれていますが、カバサワさんの本ではセロトニンは幸福の脳内物質と書かれています。ホルモンと脳内物質は同じなのでしょうか、あるいはどう違うのでしょうか。そうですね、非常にいい質問だと思います。結論から言いますと、セロトニンはホルモンではありません。セロトニンは脳内物質、正確に言うと神経伝達物質、英語で言うとニューロトランスミッターってことになるんですけどもね。ホルモンっていうのは作られた場所から血流で運ばれていって、別な臓器、別な部位で作用するものがホルモンです。ですから例えばインシュリンって言ったら膵臓で作られますけども、膵臓から血液中に出て、そこから全身に回って血糖を下げるという、そういう作用を発揮するわけですね。だから膵臓じゃないところに作用するということではホルモンっていう風になるわけです。他のいろんなホルモンもそうなんだけども、血流に乗って移動して別な臓器で作用するっていうのは基本的なホルモンの働きです。セロトニンっていうのはじゃあ血流に乗って移動するのかっていうと、移動しません。脳の中でのセロトニンの働き、腸と脳とセロトニンねありますけど、脳の中でのセロトニンの働きを言いますと、セロトニンっていうのはセロトニン神経で作られて、その神経末端でシナプスっていうこの神経と神経をつなぐ部位があるんですけども、そこのシナプス間隙という隙間に移動するんですね。その隙間はわずか20ナノメーターというふうに言われますので、どれだけ小さいか分かりませんけど、ミクロよりも小さい、すごい狭い範囲をセロトニンがキュッと分泌されて、向こう側にある対岸の川岸にあるようなね、セロトニン受容体に結合して効果を発揮するっていうのがセロトニンの働きなんですね。だから血液に乗って別な臓器で働くわけじゃないので、ホルモンではありませんということなのですけども、とはいえあんまりこういう細かいことを知ってる方っていうのはほとんどいらっしゃらないですし、ある種専門家の書いた本でもセロトニンは幸福ホルモンであるっていう書き方をしているものが結構あります。あと私なんかも週刊誌の記事でセロトニンは幸福の脳内物質であるっていう風に書いたら、脳内物質だとわからないのでホルモンじゃダメですかみたいなね、やり取りをしょっちゅうするんだけど、ホルモンではないので脳内物質ですね。脳内物質っていう言葉を私よく本でも使っているんですけど、脳内物質っていうのはどっちかというと科学的な専門用語ではないのです。科学的に言うとニューロトランスミッター、神経伝達物質ですね。神経とこの神経をシグナル伝達する物質のことをニューロトランスミッターというふうに言うんですね。日本語で言うと神経伝達物質でも、セロトニンは幸福の神経伝達物質ですとか言ってもですね、分かりづらいじゃないですか。なので脳内物質という一般用語ですかね、医学用語とは言えないかもしれませんけども、医学用語では神経伝達物質、一般用語である脳内物質の方が脳内で働く物質ですねってことで、すごく分かりやすいので、私は脳内物質って言葉をね使わせていただいております。ということで、ホルモンと脳内物質のね違いっていうのがねちょっと分かったかなというふうに思いますけども、あんまりそこまで詳しく知らなくてもですね、セロトニンっていうのはこう安らぎとか幸せ、ああすがすがしい気持ちいい幸せを司る脳の中で働く物質ですよ、朝散歩をするとセロトニンというものが活性化しますよぐらいのね知識を知っておいていただければいいかなと思いますので、今日の話は結構マニアックな話ではあるんですけども、多くのインターネット上のサイトを見るとセロトニンは幸福ホルモンである、あるいはドーパミンもドーパミン神経末端から出る神経伝達物質なので、ドーパミンもホルモンとは言えませんね、幸福の脳内物質という形になりますね。ということで、インターネット上のサイトとかを見ると大体間違ったことが書いてあるので、そういうことも含めてね正しい知識を今日は皆さんにお伝えしました。セロトニン、オキシトシン、ドーパミンなどのね3つの幸福物質についての話というのは、私の3つの幸福という本に書かれております。先ほどの話もその本に書いてある内容ではあるんですね。さらに詳しくセロトニン、オキシトシンやドーパミンの話を知りたい方は3つの幸福をご覧ください。今日の動画はいかがでしたか。あなたの感想をコメント欄に書いてみよう。アウトプットで記憶に定着する。